三重交通名古屋観光営業所所在地、三重交通名古屋営業所は、愛知県名古屋市北区現場町にある、三重交通の営業所、名古屋観光営業所を併設している。以前は50系統、名古屋桑名線や63系統、名古屋長島温泉線を担当していたが、2012年3月末をもって桑名営業所へ一貫した。2014年4月1日からは、敷地内に、 名古屋市交通局上信営業職スの基文書が開設され、市バス業務を自宅している。これは、従来のような営業所単位での業務委託ではなく、民間事業者のバス営業所を活用する形で、営業所を開設し、業務を委託する初めての試みである。よって営業所内では、市バスと三重交通バスの両方の業務を行っており、車両も両方のものが所属している。 2014年4月以降直営路線はなし、名古屋市営バスからの受託路線のみ、系統は関連項目の節を参照。もともと名古屋とク名ナを国道1号経由で結んでいた路線でク名ナ営業所との共同管轄。現在は名古屋市内の統計等がメインとなっている。2012年3月末をもってク名ナ営業所へ移管された。 クワナイ館後の2014年にかの里戸田病院前邸は、かの里社庫に名称変更。もともと名古屋と長島温泉を呼び、ク名ナを名刺国道経由で結んでいた路線で、ク名ナ営業所との共同管轄。現在は名古屋市内の統計等がメイン。名古屋から長島温泉へは1995年頃は、平日30分ごと、休日15分ごとであったが、 高速経由の系統が充実したこともあり、一般道経由の運行を廃止している。2012年3月末をもって、クアナ営業所へ移管された。愛知県内にあるため、三重交通バスではあるが所属する車両のナンバープレートには、名古屋ナンバーのプレートが取り付けられている。ありがとうございます。